どうも、こんばんちは、キヒト。テツ、シークレットゲーム続き読んでいきたいと思います。こら、ユキ、一人で行ったら危ないぞ。軽い足取りで一人階段を登り切ってしまったユキ。ボーイチが文句を言うと、彼女は素直に階段を数段降りて戻ってきた。ごめん、ついいつもの調子で登っちゃった。ユキちゃん、怖い人もいるかもしれないから、次からは気をつけてね。ごめん、気をつける。心配そうな作品に、ユキは申し訳ならそうに前を寄せて小さく頭を下げた。そうしたちは2階への階段を見つけていた。罠を警戒しながらなので、ここへたどり着いたのは夕方の7時になろうかという時間だった。ゲームの開始から数えると9時間が経過してしまっていた。ルールによると、1階から順に侵入禁止になるとのことだったから、すぐにそういちは2階へ上がることに決めた。他の人間を探したいという気持ちもあったのだが、勇気を連れている以上、なるべく急いで移動するような状況は避けたかった。だから2階へ上がることを優先したのだ。でも、なかなか他の人に出会わないな。ボールを見回しながら総一はつぶやいた。2階のホールもこれまで同様に人影は見当たらなかった。結局、ボーラと手塚に出会って以降、総一たちは誰とも出会わずにここまで来てしまっていた。ルールがもう一つわからないと困りますものね。ルールが本当である以上、まず最初にやらなければいけないのはもちろんルールの確認だった。まだ4番目のルールは分かっていない。それがわからないうちは下手な行動は取れない。創始たちの心にはルール違反で死んだ少年の姿が焼き付いていたから、それを確認せずには何かをしようという気にはならなかった。これだけ広いとなかなか見つからないね。結城も一緒になって考え込んでいる。しかしその姿は彼女の容姿とも誤ってコミカルだった。そんな彼女の姿を見て小さく笑顔を浮かべていた総一だったが、すぐに真剣な表情を取り戻した。ミツルキさん。そんな総一の変化に気づいた匠が問いかけると、総一は大真面目な顔を崩さずに匠を見た。この建物に人間が13人、どうやって出会えばいいんだろう。広すぎると思わないかい。13人の人間に何かをさせるには、本気で隠れたら逃げ切れそうだし、下手をすれば偶然誰とも出会わずに72時間が過ぎてしまうことだってあるんじゃないかな。そういえば匠の表情も真剣なものに変わる。そして彼女は視線を総一から外して上はそれ2階のフラを眺めた。地図を見る限り、この建物の一辺の長さが1キロ以下なんてことはない。そしてそこにある複雑に絡み合った迷路状の通路、ワンフロアだけでも13人の人間には大きすぎる。なのにこの建物は全部で6層に分かれてる。何かさ、また変な仕掛けでもあるのかもしれないよ。お兄ちゃんがやられそうになった罠とか、ああいうのが。例えば13人が出会うような仕掛けがあるってことか。ん？その時総一の視界内で何かが動いたような気がした。おっさんにその方向に背を意識を向けるが、その時にはもうそこには何の姿もなかった。どうしたんですか、ミツルギさん。今、あそこで何かが動いたような気がしたんだ。総一はホールの出口から続く通路を指差した。総一が何かを見たような感じたのは、その先の通路の角だった。本当に？心配そうな顔をしている作品の横に並んで、結城も一緒に通路の方を見る。わからない。チラッとだから見間違いかもしれない。どうしますか。総一は作品の方へ向き直った。作品は総一の方へ向き直った。逆。すると、結城も総一を見上げる。よし。念のために、俺が様子を見てくるよ。二人はここで待っててくれないかい。一人で大丈夫ですか。作品さん、ここから様子を見ていて危なそうだったら教えてくれないかな。敵がいるかもしれない場所に全員で行って、いっぺんに何かが起こったら目も当てられないし。匠は通路をちらっと見たからうなずいた。わかりました。あとは総一はほんの一瞬だけ匠から視線を外して結城を見た。そうですね。匠はそこに総一の意図を読み、柔らかく吠えんだ。結城は通路の奥に気を取られていたらしく、総一たちのやりとりに気づいていなかった。頼むよ匠さん。はい、お任せください。気をつけてねお兄ちゃん。ああ結城も頼むぞ。そして総一は作品と結城をその前に残し、通路へと踏み込んでいった。さっきの感じだと多分この辺なんだが。総一は慎重に歩を進めていく。
見間違いじゃなければ、そういちが目にしたものは目の前の十字路のあたりに現れたはずだった。だけど、誰の姿もないし、物音もしない。俺は完全に見間違いだったかな。宗一は角から顔を出し、左右の通路を覗き込んだ。いない、な。宗一は見かけたと思った時からすでに何分か過ぎている。仮にいたのだとしても、そのままどこかへ行ってしまったという可能性は濃厚だった。通路には瓦礫が転がっていたりするだけ。戻るか。宗一はそう判断すると、十字路に背を向けた。そして、一歩、二歩と足を踏み出した時には、それはやってきた。動くな。少し高めの女の子の声。同時に早朝の背中に何か硬いものが押し当てられる。動くとこのまま刺すよ。その子に言われるまでもなく、驚いた早朝の体はその場で硬直していた。ちょっと待った。そのままゆっくり手を挙げて、少しでも変なことをしたら突き刺すよ。待った、わかったってば。早朝は言われた通りにゆっくりと手を挙げる。俺は君と喧嘩をするつもりはないんだよ。どうだかね。だいたい嘘をつくやつはそう言うんだ。女の子の声はそっけない。声からすると俺より年上ってことはならそうだが、張りがあり、しかもやや甲高い。通路に反響して今一つ分かりにくいが、どちらかといえば総一自身よりも勇気あたりと年が近いような雰囲気があった。今の俺たちは情報を集めてるだけだ。ルールが全部わからないうちにはPDA も戦いもないだろう。頼むから、そいつを下ろしてくれないか。ナイフか何か、それとも尖った棒か何か。どっちにしろ、このままじゃまずい。私としては、あんたをどうにかしてから、ゆっくりあんたの PDA を調べるんでも構わないんだ。その方が安全だしね。戦うつもりはないって言ってるだろう。へん。今がそうでも、いつ手のひらを返すか分かったもんじゃないね。女の子は固くなった。私は妹のためにも負けられないんだ。悪く思わないで。お兄ちゃん、みつるぎさん。その時、異変を察した結城と匠が駆け寄ってくる。危ないから来るな。そこで止まってろ。しかしそんな早朝の厳しい声に結城も匠も十数メートル手前で立ちすくむ。その二人はあんたの仲間？ああ、一回出会って一緒に行動してる。さくみさん、ゆき、こっち来ちゃダメだ。この子は武器を持ってるんだ。でも、みつるぎさん、お兄ちゃんをいじめるな。そういちを心配して、さくみとゆきは大きな声で叫ぶものの、そういちの背後の人物が武器を持ってるために、そこから動くことができなかった。心配そうにその場で叫ぶのがせいぜいだった。あの子、あんたの妹なの？そうじゃないけど、ああやって慕ってくれてる。それがどうした？別に。後ろの少女がぽつりとそうつぶやいた瞬間、総一の背後から固い感触が離れた。とりあえずはあんたたちを信用することにするよ。とりあえず？そう、話をする間ぐらいはね。そしてその少女の声が離れていく。みつるぎさん、お兄ちゃん。少女が離れたのを見て、さくみとゆきが総一に駆け寄っていく。総一は一つため息をついてから背後を振り返った。そこに立っていたのは総一の予想通りの小さな少女だった。髪はショートカットにして服装も動きやすいもの。勇気よりも一回り大きいくらいのボーイッシュな少女だった。なるほどね、この子ならあの瓦礫の後ろにも隠れられそうだ。総一は自分が少女の隠れ場所を見逃した理由がその体の小ささであることに気がついた。総一が誰も隠れられないと思った瓦礫に少女は潜んでいたのだ。俺は相手が子供かもしれないと考えなかった総一の失敗だろう。私は北条かりん。三つ麦総一だ。騙されたな、こりゃ。総一は惑いながらかりんで名乗った少女の賢さに舌を巻いていた。少女が手に持っていたのは刃物ではなく単なる木の棒だったのだ。総一は後ろを見れないから、すっかり刃物だと信じていた。彼女が総一に後ろを向かせなかったには、そういう理由もあったのだ。姫萩さくみです。式場勇気だよ。さくみも勇気も名乗りはしたものの、その表情は硬かった。総一に武器を向けていたカリンのこと、なかなか信用できなかったのだ。それで、要件は何？当のカリンは、勇気とさくみの様子など気にした余裕もなかった。
その幼さの残る顔に厳しい表情を乗せて、総一を油断なく見つめていた。少しでも総一がおかしな素振りを見せれば、きっと少女は身を翻して逃げ出すだろう。さっきも言ったけれど、俺たちはここを出るために情報を集めてるんだ。主に PDA のルールを。へえ、ルールはどこまで集まってるの？4番以外は全部わかってる。残念だね。私は4は知らない。私の PDA には共通のルール以外は賞金のと侵入禁止のやつしか載ってなかった。そっか。総一は落胆して少しだけ肩を落とした。要件はそれだけ？もしそうなら私はもう行きたいんだけど。いや、北条さん、俺たちと手を組まないかい？え？今の状況は分かってるんだろ？大体は。カリンはうなずく。しかし総一の言葉を探るようにその視線は今なお総一の顔をにらみつけている。だったら話は早い。実はもう他人を襲う人間が出始めてるんだ。やっぱりそうなったんだね。カリンには動揺した様子はない。総一の言葉にもその表情は崩さなかった。だから俺はできるだけ仲間を増やして襲われる率を下げたいと思ってる。固まって行動する相手は攻撃しづらいだろ。私はまだあんたたちを信用してない。あんたたちがいつ裏切るともわからないのに、そんな危ない橋は渡れない。しかしカリンは首を横に振った。確かさっき妹さんのためって言っていたよな。同一は彼女が首を横に振った理由がそこにあるような気がしていた。お兄ちゃん、この人も仲間にするの？その方がいいだろ。次の休憩では3人交代で見張り番するより4人交代の方が長く寝てられるぞ。信用して大丈夫なんですか？匠は総一へだけ聞こえるように身元で叩いた。大丈夫だよ、この子は。総一はカリンを危険ではないと感じていた。その根拠はこれまでのカリンの言動だった。彼女は妹のためにも負けられないと言った。そして結城の姿を見て総一に妹なのかと言い、その後に話を聞いてくれるようになった。悪い子じゃない。それにこういう時に子供を見せていくようじゃきっとあいつに怒られちまうからな。危険な子ではない。見捨てるわけにはいかない。そして妹を助けたいというならそうされてやりたい。総一は彼の事情もわからないというのにそんなことを考えていた。それにそもそもいきなり俺を殴り倒してもよかったんだ。でもこの子はそうしなかった。きっと大丈夫さ。総一は彼女の妙な律儀さがそれを証明しているように思えた。私にはあんたたちに協力するメリットはないよ。そんなことはないよ、包丁さん。ルールは全部知らないんだろ？あ、そうだけど。仲間になってくれるなら、俺たちが知っている分は全部教えてあげられる。あとは、どっちが有利かを考えてくれ。ルールを知らないままに一人で行動し続けるのと、ルールはほとんど分かった上で、俺たちと行動を共にするのと。カリンは総一の顔を見ながら口元に手を当て考え込むような仕草を見せた。独走したいのは迷っているからだろう。少なくとも4番目のルールがはっきりするまでは俺たちが裏切る心配はしなくていいと思うんだけどね。4番目のルールが分かっていない以上、総一たちは積極的に何かをすることはできない。そこに書いている内容自体では首輪が作動して死んでしまうこともあり得る。下手をすれば首輪を外す行為そのものが何らかの事情でルール違反になる可能性もあるのだ。現に総一を殴った少年はそれで死んだのだ。分かった。ルールが全部分かるまでは一緒に行く。しばらく考え込んでいたカリンだったが、一度知られと勇気を見た後にコクイとうなずいた。最初は表情の硬かったカリンだったが、しばらくすると少しずつその硬さも取れ、わずかだが明るい表情を覗かせるようになっていた。そのきっかけはやはり勇気だった。彼女の無邪気な明るさはここまでも大きく貢献していた。カリンちゃんには妹がいるんだね。ねね、どんな子？かわいい？カリンは目を輝かせる勇気に携帯電話を差し出した。ほら、これが妹のカレン。携帯電話の待ち受け画面には病室のベッドの上に座っている小さな少女と本棚に座っているカリンが映っていた。ベッドの少女は勇気より少し年下といった雰囲気だったが、その体の細さのせいでさらに、年高く見えていた。わあ、かわいいんだね。いいなあ、
人っ子だから羨ましい。でも今は病気で入院してるんだ。いいな、俺一人っ子だから羨ましい。私のモノマネ気持ち悪いよ。お兄ちゃん、そうちの入れた茶々をあっさりと気持ち悪いの一言で片付ける勇気。なんだと？そんなのいいからさ、私が妹になってあげるよ。バカな話を始めた。そうした勇気に代わって作美がカリンに話しかける。じゃあ治療のために賞金が欲しいとおっしゃっていたのは妹さんのことなんですね。うん、このおかしなゲームが本当なら勝てば賞金がもらえる。もしその時の生き残りが5人以下なら妹の治療に必要な額に届くんだ。ガリンがそうつぶやくと騒いでいた喪失勇気は騒ぐのをやめた。だからいざとなったら私は妹のために。ねえ北条さん、治療に必要な額っていくらなの？カリンが物騒なことを口にしゃけたのに気づき、そういち慌てて別の質問で彼女の言葉を遮った。渡航費用まで合わせると3億8000万円。そんなに？そういちはその金額を聞いて耳を疑ったが、同時にそれが納得がいったこともあった。それでこの子は俺たちの仲間になろうとしなかったのか。生き残りが増えれば賞金が減るから、この子は妹を治療するためになら悪魔にだって魂を売るつもりなんだな。そういちはそんな彼女の気持ちがよくわかった。大事な人を何としても守ろうというその気持ち。それに失敗したそういちだけに、カリンには何としても妹を守りきってほしかった。だからいずれ私はみんなとも戦う必要があるかもしれないんだ。カリンはそう言ってそういちたちから背を向けた。戦う必要はないな。今のままでも賞金は足りる。そういちは指折り数えながら暗い顔をしているカリンに笑いかける。え、そんなはずは。ごめんね、飛ばしちゃった北条さん一人で払おうとするからダメなんだよ。そういちは笑い続ける。賞金の20億円を12人で分けると1人当たり1億6000万円ちょっと。合ってるよね？そういちは自分で計算しつつも隣にいる作美に確認する。すると彼女は口元に手を当てて小さく笑いながらうなずいた。ってことはだ、俺と北条さんの2人でもう3億3000万円だ。あとは結城と作美さんが2500万円ずつ貸してくれたらそれで目標達成だ。あ、カリンは驚きに目を大きく見たく、カリンにとってそういちのこの発言はあまりに予想外だった。合ってるよね、計算。そういちは再び作美に確認する。すると今度の作美は笑顔のまま首を横に振った。その計算は間違いです。あれ、そうだっけ？そういちは慌てて計算をしたのだが、間違えたのは計算そのものではなかった。みつるぎさんとカリンさんだけでそんなに負担する必要はないです。私の賞金ももっと使ってください。そうだよ、2500万なんてケチくさいこと言わないでよ。みんなで出せばいいじゃない。ということらしいから別にこのままでも。って北条さん聞いてる？カリンは戸惑いを隠せなかった。彼女は怪訝そうな表情で創始者の顔を順番に眺めていく。それ本気で言ってるの？どうして嘘だと思うんだ？それは…カリンは口ごもる。これまでカリンはたった一人で妹を守ってきた。誰もカリンたちを助けようとしなかった。大人たちは誰もがかわいそうと口にするだけ。実際に助けようとしてくれた人間など一人もいなかった。それだけにカリンには目の前の人間たちの発言がすぐには信じられなかったのだ。まあ、すぐには信じられないか。そういちは何となくそれに気づいた。俺も彼女の立場なら疑うんだろうな。例えばそう、あいつの命がかかっていたりすれば。その時そういちの脳裏をえぐったのは幼馴染の面影だった。でもね北条さん、これは別に善意だけで言ってるわけじゃないんだ。俺は臆病者だよ北条さん。だからそういちは説得の切り口を変えることにした。自分がカリンの立場なら善意という不確かなものに妹の命はかけられないだろうから。どういうこと？俺は危ないことはしたくない。だから敵も増やしたくない。
今ここで君に協力しなければ、下手をすると君と敵対することにもなりかねない。今なら味方は4人で、残りは8人。でも君が離れれば、味方が3人で残りが9人。戦力差を考えてほしい。1対2か1対3か、この差はすごく大きい。お兄ちゃん、そういう情けなくてかっこ悪いことは言っちゃダメだよ。ユキが呆れていた。しかし総一はそれを、健全と無視した話を続ける。だから君を買収するのもやぶさかではないな。それに北条さん、君には悪いけれど、賞金だって本当にもらえる保証はない。どうしても賞金が欲しい君はともかく、俺にとってはもらえるかどうかわからないあやふやなものだよ。それを使って身を守れるなら俺は迷わないな。命あってなものだねって言うだろ。三剣さん、それはあんまりでは。匠も呆れてクスクスと笑い始める。だが作品の場合、瞳の奥の穏やかな光が失われていない。もしかしたら彼女の場合、総一が説得のためにそう言っているということに気づいているのかもしれない。ない袖は触れないと言うけど、ない袖で買収できるかもしれないなら、そうするべきだと思わない？思わないよ。何その情けない考え方は。男らしい発言とは言えないと思いますよ、三剣さん。ゆきも匠も笑っている。だが反対の言葉は口にしない。二人とも賞金の扱いについてはそれでいいと思っているのだ。お兄ちゃん、普通そういうことは思ってても言わないもんだと思うんだけど。うっさいわい。俺たちの安全もかかってるんだぞ。背に腹は変えられん。総一は勇気に言い返すと彼に向き直った。それに北条さん、北条さんにとっても悪い条件ではないと思うけど。どういうこと？まず戦う相手が減る。君は賞金のために最大で7人と戦う必要があったわけだけど、それをしなくて済むようになる。カリンの顔は真剣だった。そのことはカリンも考えていた。そしてもう一つ、君が負けても妹さんが救える。三剣さん、お兄ちゃん、何を言ってるの。この総一の発言には結城も匠も目を向いた。三剣さん、それは情けないにも程があります。みんなで帰るんだよ、カリンちゃんも一緒に。俺にはさすがに二人も怒りの表情を浮かべていた。ごめん二人とも、俺もそれが一番だと思う。でも考えてみてほしいんだ。あの罠や仕掛け、襲ってきた少年のことを。ほんのちょっと巡り合わせが悪かったら俺は死んでいたのかもしれない。みんな無事に帰れればいいけど、そうできないこともあると思う。これは北条さんだけじゃない。ひどいようだけど、みんなそうなんだ。三剣さん、匠と結城の顔から怒りが抜ける。二人ともそのことは痛いほど分かっていた。彼女たちとて目の前で死んだ少年のことは今も心に深く焼き付いている。もし不幸にして北条さんがそうなったとしても、仲間になってくれてるなら妹さんのことは助ける。俺が言いたいのはそういうことさ。匠と結城はそれ以上何も言わなかった。あとは北条さん、君の考え方次第だよ。俺たちに裏切られるリスクと仲間になった時のメリット、そのどちらかを高く評価するか、こればっかりは君が決めてくれ。三剣。カリンは考え込む。結論は急がなくてもいい。この道、4番目のルールが分かるまでは俺たちは何もできないんだから。分かった、それまで少し考えてみる。そしてカリンは神妙な面持ちでうなずいた。助かりました、漆山さん。ゴーダは目の前の男性の優しげな微笑み、優しげに微笑みかけた。すると、その男は柄にもなく、照れてわずかに方は、顔を赤らめた。困った時はお互い様だ。そう言っていただけると助かりますわ。そのついでと言ってはなんなのですが、左の足首も見ていただけませんか？どうやらくじいてしまったみたいで。閉めた救急箱を再び開ける漆山。そして
目の前で組み替えられた強打な足を見て、ごくりと粒を飲み込むと、そっと手を伸ばした。この張りのある美しい足に触れると、彼女は切なげな吐息を漏らした。漆山さん、もっと下です。この変態。そのままウルシアムが手を滑らせると、再びゴーダは小さな吐息を漏らす。そうです、そのあたりがさっきから。ウルシアムが足首に触れると、ゴーダは目を閉じて頬を赤らめる体をプルプルと震わせた。そして再び目を開けた時、彼女の目にはうっさりと涙の膜が張り、流れ目、切れながらの目が誘うようにギラギラと揺れていた。少し、ね、熱を持っているようだが。ウルシアムは椅子に浮かされたような様子で大田の足を撫で回していた。ゴーダはそうされても嫌な顔一つしない。あ、少し楽になってきました。もっとさすってくださいまし。それどころか、ゴーダはさらにウルシアムにその行為の続きを求めた。こんなことはウルシアムにとっては初めてのことだった。伊豆商売の女性を除けば、彼に優しい言葉をかける女性など皆無だった。嫌われる原因が彼自身にあったとはいえ、常に嫌われ、陰口を叩かれ、疎まれ続けていたのだ。当然体に触れるなどもってのほかだった。だからゴーダに優しい言葉をかけられ、その存在を肯定され、無防備に体を差し出されると、すっかりウルシアムは舞い上がってしまっていた。日頃女性たちから虫けらも同然な扱いを受けてきた彼だけに、受け入れられ頼られているこの状況は、彼のプライドを満足させるのだった。これでいいのか。手当てを続けるウルシアムの興奮は高まるばかり。手当てが終わる頃にはその脳髄が焼き切れてしまいそうなほどだった。ありがとうございます、ウルシアムさん。頬を染めたまま信頼の眼差しでウルシアムを見るゴーダ。その姿はウルシアムの求める理想の女性像を見事になぞっていた。美しい外見もウルシアムを肯定するその言動も。俺は当然のことをしたまでだ。簡単に頭に血が昇ったウルシアムは、興奮でうまく言葉が喋れなくなっていた。手足はわずかに震え、我慢も限界に近づいているようだった。この女は俺のものにできるなら、俺はウルシアムは完全に強奪の虜となっていた。出会ってからまだ1時間と経っていなかったが、その心は完全にゴーダのことだけに染め上げられていた。ゴーダさん、いや、真由美さん、俺はあんたのことが。興奮したウルシアムはゴーダを押し倒していた。そうされてもゴーダは嫌がる素振りを見せない。突然なことに驚いてはいるものの、嫌がるどころか特に照れくさそうに顔を背けるだけだった。ありがとうございます、ウルシアムさん。お気持ちはとても嬉しいのですけど。そしてゴーダは左右の手で自分とウルシアムの首輪に触れた。この首輪があるうちはこうしてるわけにはまいりませんの。ゴーダはそう言って悲しげに目を伏せた。どうすればいい、どうすればあんたの首輪を外してやれるんだ。こんなこと、ウルシアムさんのようなお優しい方にはお願いできませんわ。ゴーダは目を背けたまま、ため息をつく。そんなことはない、言ってくれ、俺は何をすればいい。ウルシアムさん。何も言い募るウルシアムに、ゴーダは下から手を伸ばして抱きついた。そして彼女はポロポロと涙をこぼしながら、ウルシアムの身元で叩き続ける。こんな罪深いことをお願いしてしまう私を許してくださいまし。あんたのためなら、俺はこの女は俺のものだ。そのためになら悪魔にだって魂を売るぞ。ウルシアムはゴーダの言葉に従うつもりになっていた。それが何であれ叶えてやるつもりだった。そしてその後に起こることで頭がいっぱいだった。実はウルシアムさん、私の首輪を外すためには。だからこの時ゴーダには彼に見えない角度で冷たい目を浮かべていることには気づくことはなかった。これは広告がつかないかもしれない。まあ大体ね、なんかこうウルシアマとかそういう出てくるとね、広告はつかないんだよな。前でのことだから。そういった細かくて、細くて見えにくいワイヤーが床一面に張り巡らされた通路を慎重に渡っていく。
ワイヤーが張り巡されているのは通路のうちの4メートルほどの範囲だ。じゃがどんな仕掛けなのかわからないが、ワイヤーに触れると何かが起きるということだけは誰の目にも明らかだ。だから総一は一歩一歩慎重にワイヤーの隙間を縫って歩いていく。お兄ちゃん。結城は両手を組み合わせたまま総一の背中を見つめている。結城と、作美、ハリンの3人は総一がそこを渡っていくのを見守っていた。総一がバランスを崩して腕をくるくると回す。ワイヤーのせいで足場は狭い。普通とは違って歩くだけで一苦労だった。ミツルギさん、頑張って。ラクミがそう叫ぶと同時に総一の手が止まった。総一はギリギリのところで踏みとどまることに成功していた。ふぅ、びっくりした。びっくりしたのはこっちだよ、お兄ちゃん。面目ない。そして総一は再び歩き始める。その後は特に問題なく、1分も経つ頃には総一はワイヤーの向こう側にたどり着いた。緊張した。お疲れ様です、ミツルギさん。ミツルギ、疲れてるところを悪いけど、先にやることをやろう。そうか、ごめん校長さん、急ごう。そして総一は足元に転がっていた一脚のパイプ椅子を拾い上げた。それは事前に総一は投げ込んだものだった。作美たちの方でも作美がパイプ椅子を広げていた。その横にはカリンが大きな棒を抱えて立っている。総一たちはそれで簡単な橋を作るつもりでいた。パイプ椅子をワイヤンチの前と奥に立て、まずは棒を渡す。そしてその棒をガイドにしては今度は少し重たい板を渡す。その上を歩いて渡ればワイヤーに触れる心配はなかった。よし、こっちは OK だ。総一は太い縄で板を、椅子に固定すると作美たちの方を見た。ちょっと待って、あと少し。そこではカリンが総一同様に板を椅子に、縛り付けていた。うん、こっちもできたよ。じゃあ順番に渡ってきてくれ。俺はこっちで橋が動かないように押さえてるから。わかりました。渡る順番は作美、結城、カリン。長年の作美は先に試し、年長のね、作美は先に試し、結城は最後にはしない。そのためにこの順番になっていた。気をつけて、作美さん。ありがとう、カリンさん。作美が橋に乗るとわずかにパイプ椅子がきしんだ。間に合わせだからあんまり急がないようにね、作美さん。はい。作美が歩くたびにパイプ椅子が鳴る。音がするたびに総一たちは落ち着かない気持ちになったものの、特に何も起こらないず、作美は無事に対岸でまず総一のもとへたどり着いていた。作美さん、ゆっくり。はい。総一が両手を伸ばすと作美は総一に抱きつくようにして体を預けた。よっと。総一は椅子に負担をかけないように作美を抱き上げると、そっと彼女を床に下ろした。よし、成功だ。ありがとうございます、ミツルギさん。総一も作美も安堵の表情を浮かべる。やはり橋があっても緊張は拭えないのだ。お兄ちゃん、今度は私が行くよ。ああ、いかにか、まだ二人残ってるんだった。総一は気合を入れ直すと、再び椅子の背もたれをつかむ。ちゃんとそっち持っててよ、お兄ちゃん。心配するな、任せろ。全員が橋を渡り終えたのはそのすぐ後だった。急に飛び降りるなよ、北条さん。平気だって。最後に即席の橋を渡るのはカリンだった。カリンはその見た目通りに運動能力が高く、先に渡った作目は結城に比べると圧倒的に早く橋を渡り切った。渡り切ったのに、弾みで橋が倒れて罠が作動したりしたらつまんないだろ。それもそうか。ギリギリで橋を降りようとしていたカリンだったが、総一の言葉を聞いて、結局作美や結城と同様に総一に体を預けた。下ろすぞ。うん。総一に抱きかえられたカリンはすぐに床へと下ろされた。うまくいった。大成功だね。カリンに下ろして安堵した総一に結城が駆け寄って笑いかける。彼女も安堵しているのか、その表情には普段よりも少しだけ穏やかな雰囲気が含まれていた。でも、ミツルギさん、おかしいと思いませんか？
だが全員が安堵する中、作目だけが真剣な表情を崩していなかった。おかしい、何が？2階で見つけた罠はこれで6つ目です。1階ではこの半分もなかったのに。作目が気にしているのは仕掛けられていた罠の数だった。1階では2階に登るまでに2個、しかし今3階への道半ばだったというのに、すでに6個の罠と遭遇している。この頻度が続くなら3階に登るまでにもういくつかの罠に遭遇するのかもしれない。なんで2階へ来た途端こんなに罠があるんでしょうか。ザクミは真剣な表情を崩すことなくワイヤーの罠を振り返った。照明を浴びてうさっと輝くワイヤーが通路を縦横無断に走っている。縦横無尽にね。ザクミはその一本一本を目で追っていた。お兄ちゃん、お姉ちゃん、テレビゲームとかだとさ、先に行くとどんどん難しくなるじゃない。これもそうなんじゃないかな。じゃあこの上はもっと罠が多いとか。私はそう思う。確かにそれはありそうだ。その結城の意見は総一には納得のいくものだった。家庭用のゲーム操作ではよくある話なのだ。私はそうじゃないような気がするんですが。しかし作美はそれでは納得しなかった。見てください、この罠を。この罠も丸見えです。丸見え？はい、1階で見た罠はどっちもちょっと見ただけではすぐにわからないように隠されていました。でも2階のものは違うんです。これまでの5つもここにある1つもまるで隠そうという意思が感じられません。そういえばそれは匠の指摘した通りだった。1階の罠は床の模様に合わせて貼られたワイヤーかトリガーになっていたりして、一目見ただけではわからないものだった。そしてだからこそそういつは引っかかってしまった。しかし2階の罠はそうではない。誰の目にもそこにあると分かるように罠が仕掛けられていた。だから装置たちはすぐにそれに気づき罠にかかることもなかった。1階は数が少なくて回避 しづらい罠、2階は数が多いけれど分かりやすくして回避しやすい罠か。どうしてそんなことをするんでしょう。この2階にあるような罠では誰もかからなくて時間稼ぎにしかならないんじゃないでしょうか。実のところこの作品の言葉はほぼ真実を言い当てていた。とはいえシャクダ側の都合など誰にもわからないから、そうしたちはひたすら首をひねるほかはなかった。ミツルギ、作品さん、それどころじゃないよ。角まで進んで通路の先を覗き込んでいたカリンが真剣な顔でそうしたちを手招きする。どうした。そういちはすぐにそこへ駆け寄っていく。作品と結城もそれに続いた。向こうからナイフを持ったおじさんが近づいてくるんだ。おじさん？当時はカリンの頭の上から通路を覗き込むと、通路の先には確かに抜き身のナイフを手にした中年男性の姿があった。あれは？その人物に当時は見覚えがあった。それは小太りの中年男性で、結城と二人になった後に初めて出会った人物だった。彼は嫌がる結城に何度もちょっかいを出していた。男はまだ当時たちには気づいておらず、その歩みは遅い。当時たちのいる場所までやってくるのはしばらく先のようだった。カリンと入れ替わるようにして鶴を覗き込んだ結城だったが、彼の姿を見た瞬間にその表情は固くした。あの時のおじさんだ。その声も表情同様に固い。結城はやはりこの男性が苦手なのだった。二人ともあの人は知ってるの？ああ、作美さんと出会う前に会った人なんだ。どんなやつなんだ。兄ちゃん逃げようよ。私あのおじさん嫌い。結城はそう言うと、そういう人の手を引っ張った。すごい女好きなのか。結城に散々ちょっかいを出してね。だからこの通り、結城はあの人のことが苦手なんだ。へえ。行こう。戻ろうよ、お兄ちゃん。結城は続けて、そういう人の手を引っ張る。罠のところから中年男性のいる場所までは途中に横断はない。逃げるとしたら、再び罠を越えなければならない。だからそういう人は一瞬躊躇した。私も結城に賛成。逃げる逃げないはともかく、罠の向こうまで戻っておきたい気がする。カリンさん、どうしてそう思うんですか。ラクミは男と話をした方がいいと考えているのか、不思議そうに首をかしげる。私はあの抜いたまま持っているナイフが気になる。いきなり攻撃されたりはないのかもしれないけど、万が一があると困るじゃない。カリンは話し合いをするにしても
今もらうために罠を挟んで話し合いたいのだ。ナイフだけじゃない。あの表情も気になる。最初に出会った時、あんな怖い形相はしていなかったような気がするが、男の表情はまさに血気迫るといった雰囲気だった。両目はカッと右やかれ、額には汗がにじみ、口を半開きにして大きな呼吸を繰り返している。そんな男が抜き目でナイフを持っているものだから、彼の言うことはもっともだった。分かった、そうしよう。だから総一はあっさりそれに同意した。総一が橋を渡るのは女性陣が渡りきった後だった。総一は不安定な橋に慎重に足を踏み出した。総一の体調に橋の綱になっているパイプ石がきしむ。足の向こう側では、サクミとカリンがパイプ椅子を支えてくれていたが、女性たちよりも重心が重くて体重も重い総一が歩くたびに足はグラグラと揺れた。だから総一は誰よりも慎重にそこを渡らなければならなかった。落ち着け、ゆっくりだ。総一は両手でバランスを取りながら一歩一歩ゆっくりと進んでいく。お前たち！ A の中年男が姿を現したのはちょうどそんな時だった。待て、俺にその子を渡せ。男は相変わらずナイフを手に持っており、興奮気味に走幕したてると、総一を追って走り出した。男から総一までは20メートルほどの距離がある。それなら若い総一が追いつかれることはなかったが、今の総一は揺れる橋の上、男と総一の距離は一気に詰まっていく。ミスルギ、早く来い。カリンは総一に手を伸ばしながらそう叫んだ。彼女はナイフの中年男を危険だと判断していた。男が渡せと言っているその子が誰なのか、そしてなぜ渡す必要があるのかは分からなかったが、ナイフを振りかざして総一に追いすがる姿は到底友好的な人間には見えない。そしてその表情がはっきりするからだろう、距離が近づけば近づくほどカリンの不安は大きくなっていった。急いで、あいつどうかしてるよ。急げって言われても。総一もチラリと背後を振り向いて状況を把握すると、わずかだが歩く速度を上げた。まだ橋の中間地点までもたどり着いていない。急がなければ男はすぐにやってくるだろう。あのナイフが有効な証のプレゼントとも思えないし、男はナイフを振り回しながらやってくる。東一もこれがとても危険な状況だということがよく分かっていた。その子供を渡せ、俺の女が欲しがってるんだ。ほとんど怒号のような男の叫びが通路にこだませる。子供？ユキか？カリンってことか。勇気が震えながら総一を見つめている。だが時折その視線が総一よりも後ろに向かうのは、彼女が男を恐れている証拠だろう。そうはいくか。男は総一たちの使った即席の橋のところまでやってくると、総一に向かってナイフを振り下ろした。ナイフは総一の背中のあたりをかすめ、服にわずかな切り込みを作った。切断される時のわずかに服が引っ張られるような感触に、総一は背筋が寒くなった。みつるぎさん、大丈夫。そして総一は切られた時に崩れそうになったバランスを何度か立て直す。しかし落ち着いている暇はない。男は総一を追って橋によじ登った。ミスルギ！まずい。橋はきしむ音を聞いて、総一とカリンは焦り始める。総一一人でもギリギリだったのに、二人同時にこんなものを渡り始めたら一体どうなるか。こんなことは火を見るよりも明らかだった。おっさん、降りろ！二人一遍には無理だ！嘘だ、俺をその子から遠ざけるための嘘なんだろう。男は彼の言葉には耳を貸さない。そのまま男は橋の上に足を踏み出した。男の強引さに途端に橋は悲鳴を上げ始める。ミツルギ、橋が持ちそうにない。足にしている板の重さ、そして総一と男の体重、それらを合わせると200キロ近い重さになる。しかもそれはわずか、静かに乗っているのではなく、歩くたびに上下に大きく揺れる。土台に使っているフルボケたパイプ椅子にとって、それは手に余る重荷だった。サクミさん、ユキ、そこをどいて。はい。サクミは心配そうにしてユキを引っ張って背後に下がる。どうするの。行くぞ。総一はユキの質問には答えなかった。ミツルギ、来るぞ。男のナイフが再び振れ割れる。だが今度はそのナイフは完全に空を切った。ミツルギさん。総一は前に向かって走り出していた。それは橋のことだと無視したかのような勢いだった。最初の一歩でパイプ椅子が悲鳴を上げる。二歩目の時は椅子の座面を支えるビスが一つ飛んでいた。小僧、逃がすか。三歩目は男が足を踏み出すのと同時だった。
同時に2人の足が下ろされたことで椅子にかかる力はこれまでで一番大きなものとなった。遠くに耐えきれずパイプ椅子の座面が床に落ちる。その上に乗っていた橋の板も同様だ。板はそのまま床面に張り巡らされたワイヤーの上に落ちていく。床が落ちてきたことで床を這うワイヤーが何本も切断される。板がね、その瞬間天井で何かが動き始めた。それは鋼鉄製のシャッターでワイヤーに張り巡らされた部分のちょうど中間のあたりに降ってきた。このワイヤーは通路を塞ぐシャッターを外させるバナのトリガーだったのだ。ディスレギ捕まれ。シャッターに気づいていたカリンが装置に向かって手を伸ばす。装置のカードはまだシャッターの向こう側にあった。こんなことだ。橋が落ちたのに倒れずに済んでいたのはほとんど奇跡と言ってよかった。だが橋が落ちたおかげで逆に足場は回復している。そのおかげで総一は全力で飛ぶことができた。ブリャー。飛んできた総一の手を掴むとカリンは思い切り総一を引っ張った。総一は重かったがカリンは思い切り足を踏ん張ってその腕を引いた。シャッターが総一の足をかすめる。しかしカリンの奮闘が功を成し、間一発のところで足はシャッターに挟まずに済んだ。そして勢い余った総一はそのままカリンにぶつかり絡まり合うようにして床に倒れ込んでいた。シャッターが閉まる大きな音を最後に通路に静寂が戻る。そこには総一の大きな呼吸だけがこだましていた。みつるぎさん、カリンさん、お兄ちゃん大丈夫？すぐにさくみとゆうきがやってくる。大丈夫。総一はカリンを抱きかえたまま寄ってきたさくみたちを見上げる。カリンと衝突した直後、総一は彼女の体を抱きかえ守るようにして体を入れ替えていた。お嬢さんは大丈夫？総一は腕の中のカリンに呼びかける。するとすぐに彼女の顔が上がった。平気、助かったよ、みつるぎ。そらはこっちのセリフだよ。引っ張ってくれてありがとう。シャッターのタイミングはギリギリだった。もし自分の力だけだったら、総一の足はシャッターと床に挟まれてしまっていただろう。お兄ちゃん、本当に大丈夫？すごい音がしたけど。ゆうきが心配そうにしているので、総一は彼女に笑いかけると、手を伸ばしてその頭を撫でてやった。本当に大丈夫だよ。ちょっとは痛かったけどね。二人分の体重のおかげで、床に叩きつけられたときはさすがに息が詰まったが、幸い怪我らしい怪我はせずに済んでいた。そういえば、あの男はどうなった？総一はカリンを抱いたまま体を起こした。するとすぐに通路をぴったりと塞いで閉じられたシャッターが目に飛び込んでくる。大丈夫です。シャッターが私たちを守ってくれています。近くに男の姿はない。ザクミが言うように、男は通路の向こうに置き去りになったのだ。そうか。よかった。背中を切られた時はどうなるかと思ったが、総一はシャッターの向こう側にいるはずの男のことを考えながら安堵の息を吐き出していた。結局ユキちゃんやカリンさんが心配した通りでしたね。作品もシャッターを見上げながら不安げに前を寄せる。なんであんなに簡単に人を傷つけようとするのか。この瞳にうっさと涙が滲んでいる。お姉ちゃん。しかし心配そうにユキが作品の手を、ユキが作品の手を取ると、作品は涙を拭って笑顔を作った。しっかりするのよ、私。ゆうきちゃんがいるんだから。たくみはともすればその場で泣き出してしまいそうな自分を必死で鼓舞する。もしこの場にゆうきがいなかったのなら、たくみは泣き出していたのかもしれない。たくみにはその自覚があった。しかしそこにゆうきがいてくれたことで、たくみはなんとか自分を保つことができていたのだ。ともかく、みんな無事でよかった。はい。そういつの言葉にたくみはすぐに同意したのだが、ゆうきはなぜかケタケタと笑い出した。どうしたんだ、ユキ。無事に済んだんだからさ、そろそろカリンちゃんを離してあげなよ、お兄ちゃん。ユキは笑いながら、そういった指さした。カリンちゃん、さっきからずっと困ってるよ。え？そういった視線を下げると、胸元にはまだカリンの顔があった。そういったの腕はカリンのことを強く抱きしめたままだったので、彼女はそういったを見上げる以外には、何一つ体を動かすことができずにいた。困ってるわけじゃないけど。事情はともかく、男に抱きしめられているのが照れくさいのか、その方は赤く染まっていた。ああ、ごめん。守ってくれたんだから
別に気にしてないけど。ガリンは素早く装置から離れるとプイッとトップを向いた。勇気の陽気な声が通路に響き渡る。するとそれにつられて装置も話題が込み上げてくる。それは安堵と喜びがごったになった感情だった。作品もそうだったのか、彼女も笑顔を覗かせていた。彼女の涙はもう止まっているようだった。当のカリンはしばらくストップは向いたままだったが、しばらくすると小さく笑顔を作った。本当にみんな無事で済んでよかった。笑っていられる状況ではないのは重々わかっているのだが、その笑顔がみんなの無事を象徴しているように思えて、大内はランドの気持ちと自らの笑いを抑えることができなかった。はい、というわけでね、じゃあ今回はね、一旦ここでね、終わりにしたいと思います。いつもね、あの、登録、ご意見もしてくれたらね、励みになりますので、よろしくお願いいたします。それでは。